はいどうも、全力で今日 YouTuber ビーモリです。ということで本日もやってまいりました阪神甲子園球場日本シリーズ第5戦2勝2敗のタイです。今日勝った方が王手。まさかこんな痺れる日本シリーズになるとは。昨日の負けはもちろん悔しいですけども、実際この関西ダービー、望んだ関西ダービー、ここまでバチバチできる本望なのかなと。とりあえずはね、まあ、今日勝たなちょっとねまずいと思うんで、今日勝てば逆に割と日本一、まあ、今日されどっちか勝てばいいんでだいぶ有利になるかと。今日ほんまに大事です。先発田嶋投手、そして向こうが大竹投手なんで、ちょっとここ本当に読めないんですけども、田嶋投手とね大舞台のこの集中力、ここに本当に期待しましょう。そして本日も半袖です。この日本シリーズ B モレル半袖貫きますんで、心熱く燃やしていけ。今日もレフトスタンド阪神ファンだらけと思いますけども、そんな中でオリックスファンのこの熱い思いっていうのをね何とか届けできればいいなと思います。ということで今日が甲子園最終戦、だいぶねこのアウェー感にも慣れてきたところなんで、もはやなんかあの阪神ファンの大声援がちょっとなんかねあの心地よくなってきた、だいぶ慣れてきた、このアウェーを楽しむメンタルができてきました。選手ももちろん慣れてきてると思うんで、今日は何としても勝て、いくぞ。大竹孝太郎、お久しぶりです。めちゃめちゃ久しぶり。どうもこんにちは。ここぞでかいよホイさん、我らは願う、いや栄えと導く、ホイッスー、それが合言葉。あほら言ったやろ、サンマーゴー、ほら言ったやろ、おい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 。明日アストロズゴンザレスに届くから、明日それで行きます。マーゴマジで最高。焼き鳥と甲子園カレー行きます本物の焼き鳥です。本物です。この本物のメジャーリーガーマービン・ゴンザレスのような焼き鳥です。甲子園のカレーは世界一や、世界一を経験したゴンザレスのような甲子園カレー。今日はゴンジーや。おーい、橋本何回も知って OK。 なんか来た、なんか来た、ダゲンアスネイノーリバックへ。おーい、バファローズ。おい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 
平野ワゲス、今日は総一郎、この3日間でどんだけ俺の心臓を引き締めんねおい。ピッチャーを信じましょう。三振しかいらんぞ。よしよし、三振いけよ。マジで三振いけよ。三振やぞ。
なんでしょうか。悪夢のような現実がそこには待ってましたってやつですか。これが俗に言う負けるんや。あの球場は何なんすかあれは。あのね、もう昨日はもう言いたいこと一つだけって言ったやん。もうワゲスって叫んだだけやん。うん、それなんですよ。昨日はもう正直ワゲスと、あとまあちょっと森友選手のねキャッチング悪かったんかな。うん、まあそこがねもう明確な敗因としてありましたよ。ね、今日はね、うん、まあそれはね細かく見ればいろいろあるかもしれんけど、総一郎が久しぶりに投げて、うん、ピンチ作って、で最後3連投の宇田川投手がね打たれましたと逆転負け。まあ、総一郎もねずっと今シーズン任せてきたピッチャー、まあ怪我明けとはいえども、まあ総一郎出すしかなかったような場面はしゃあない。で宇田川投手もね、うん、まあ3連投疲れもあったけど、ここまでずっと抑えてきてくれてた。うん、攻めれない。あの球場の雰囲気、僕もね、いろいろ今年現地に行ってきました。それこそあのね、ゾゾマリンスタジアム CS の伝説の試合見てきました。ものすごい盛り上がりでしたよ、ロッテファンとか。で、あと WBC のね、ローンデポパーク、準決勝、決勝見。あれもまたね、日本を応援する方、そして海外の方も大盛り上がり。すごい雰囲気やった。ちょっと甲子園はちょっとまだ種類が違うね。あの、狂気じみてるね。いや、あれはね、本当に阪神の選手、これ以上ない後押し、そして敵チームにとっては威圧感しかない。というか普通に俺も今日オープニングでこのアウェイ感慣れてきたって言ったやん。正直これは聞いてない。この盛り上がりは聞いてない。俺泣きそうあったよほんまに。この2試合で思い知らせました。はい、今年の阪神えぐいわ。これに関してはもういろいろブチ切れとか一戦目とか言ってきたけど、うん、別にもう阪神えぐいわ。それに尽きる今日に関しては。逆に言えばこの阪神ファンの声援にも動じなかった平野義久はどうなってるんだって話なんですけど、まあ、彼が一番すごいんですけど、これで王手をかけられましたと。まあまあ今日勝った方がね優位に進めると言いましたけど、まあ確かにね一歩前に出られましたと。ただまあここで落ち込んでる暇はないですから、まあ甲子園はもう終わりです。もうね悪夢のようなもうトラウマレベルの甲子園なんで、大声援はもう今日で終わり。9戦目に行かない限り終わりで、戻って京セラドーム。京セラドームは
言うて半分以上はオリックスファン。阪神ファンも多いとはいえども。もう一度この京セラドームに帰って、このオリックスファン大声援でオリックスの選手たちを後押ししていく。それぐらいしかできないですよね、オリックスファンにとっては。あと6戦目おそらく山本由伸投手が投げると思うんで、とりあえず由伸ね、2回もね、同じ失敗をするというのは、まあ、このメジャーにね、行くような投手において、非常に後味悪いと思うんで、まあ、最後ね、素晴らしいもう、ノーヒットノーラン級のピッチングをしてメジャーに旅立ってもらってっていうね。とにかく、6戦目以降、もう2連勝しか許されません。やるしかない。もうここでくよくよしててもしゃあない。もう甲子園終わりやね。ホームや。ホームで堂々応援していこうや。もう泣いても笑ってもね、もう6戦目7戦目それだけやから。絶対日本一取りに行くぞ。俺は今年この関西ダービーにかけてきたんやから。ここで日本一取れんかって逆に、もう意味ないから。関西ダービーで勝つことが今年全て意義があるから。出て勝つぞ。もう負けるとかありえないから。ほらでもね、人気では負けても、実力では負けないっす。